ご視聴ありがとうございます。通勤中に防衛を、よかったらチャンネル登録お願いします。曇ってますが、張り切っていきます。イージス艦の性能を最近調べることがあり、調べていたんですが、やっぱりイージス艦にも欠点はありますね。もともとイージス艦は迎撃用の護衛艦となっており、弾道ミサイル攻撃に対する防衛力は性能は高いです。それにイージス艦最新のイージス艦SM-3 の迎撃弾道ミサイルを備えています。 SM-2 よりはるかに大気圏外で迎撃できるシステムとなっています。 SM-2 も必要なんですが、 SM-3 も同時に必要になってきます。こんな話があります。アメリカの衛星宇宙空間でうまく作動せず、日本に墜落の可能性があった。燃料にはやはり危険が伴う燃料が使われています。そんな衛星をやはり墜落させるわけにはいかない。そこで出た案が SM-3 イージス艦からの迎撃です。これは初めてのミッション作戦なんで、もうありとあらゆる対策が取られました。チャンスは3回。まず一発目の迎撃でなんと見事撃墜したという話もあります。衛星は大気圏で燃え、その後地球へは落ちてきていません。そんな
性能があるイージス艦です。このイージス艦の最大の敵はやはり海底の潜水艦となります。空に重点を置いたために海底に重点を置いていない、護衛艦にもいくつか種類があり、対潜水艦などすごい護衛艦もいます。それらの編隊を組み合わせることによって色々な任務が可能となってきます。今ではロシア、中国の潜水艦は次々に建造されつつあります。ロシアも最新原子力潜水艦カムチャッカ半島の基地に配備しています。中国も次々と建造していますし、その建造スピードは各国のはるか今では世界一速いんじゃないかなと考えるほど建造スピードは速いです。やはりそれほど潜水艦の必要性があると認識しているのでしょう。日本での建造スピードはやはり1年に1隻、対潜水艦で考えるとイージス艦とやはり対潜用護衛艦が組むのが一番でしょう。あとは出雲型、日向型護衛艦。出雲型は回収へと向かいますが、回収費用が30億円を超えてきます。やはり結構かかるんですね。出雲に関して対戦能力が下がるなどの評価がありますが、そういうわけでもないような気がするんですよね。対戦能力を確保しつつ研究基地となり得る、まず F-35B を目いっぱい艦載することはないでしょう。積んでも6機から8機の F-35B を艦載するぐらいと考えます。やはりイージス艦は日本にとって大切な護衛艦となっています。
北朝鮮やの核の脅威がある今まだ必要となるでしょう。